さあ、それじゃあですね、方言ニュース行ってみましょうか。今日の担当は上地和夫さんです。よろしくお願いします。はい、最後数曜ルーガンジュー、カナチ、ウワチミセイミサティ、中夜4月の27日旧暦、ウチナヌクイメ中夜6月の7日にあつといびん、あー、シダカジンスジョイ、シダサイビンヤサイと、中琉球新報の記事の中からウチナアリクルニュースウチテサビラ中のニュースを、東京銀座に、首里城とチュラ海を掲示でのニュースやびん、ユディナビラ銀座和下ショップ本店が沖縄の元気を首都圏で発信しようと、うちなや元気道一位のアンドオンリーのこと、東京珍品のチュヌチャン会シラスンチ23日から入居ビルの壁面に消失した首里城正殿と沖縄の海の大型画像を掲示しています。インジャルの23日から和下ショップ本店の一丁ル建物やの区民会今度のパジサーに、焼き八太郎の水牛久カラファーフーとうちなの海のマギーイーイーハイジャチミシトイビン店頭ではこの和下ショップの町屋の入り口会や首里城消失時に使われていた瓦が展示され、水ウグシクのメータル土地にこのウグシクが近く通ったる瓦の並びだと多い瓦の並びだと多い、地下の展示コーナー会や沖縄グラフの提供で沖縄グラフンリの会社の貸し入り焼けた首里城の以前の復元の様子を写真で紹介しています。焼きたる水牛久の立て直する様子写真さんに案内し見しといびん。マンゴーの試食も提供され、マンゴー の味見がゆい訪れた客は在りし日の首里城の様子を思い起こすように眺めていました。会場会、面相ちゃる茶香目の水牛久ウビンザチョール用紙、ウビンザチョール封じし、首里写真長見といびいたん、写真長見といびいたん。掲示は来年3月22日まで続け、この家の廃座しや、やんの3月22日まで地時期やに、首里城再建に加え、水牛久の立ち直し、また、売りと、新型コロナウイルスで需要が減少している沖縄の物産や観光への支援を呼びかけます。新型コロナウイルスのためにこの追い上げのひなとおるうちなもんうちなのしなもんこれと観光系の貸し人が支援呼びかけやびん。この日は合わせてまたこの日や水この水うぐしくのいい、はい、出す人、あーち、店頭で募っていた、町屋の入り口を通って、のちょうたる、首里城復興支援募金233万円を、県東京事務所の上間所長会贈呈しました。奥やびたん。すでに贈呈した分と合わせて、名に奥たるの分と、あーち、うさあち、銀座本店からの募金、後足見たるおぬじの1400万円和下ショップ全体和下ショップモルサーネ2318万円となりました。なといびん前田店長や、和下ショップ の前田店長や壁面の画像掲示についてやの区民会先だとおるの言いについて首里城再建に多くの方から励ましの言葉や募金をいただき水うぐしく立ているくとんかい、フォークのご数用から、この勇みゆるくとばん、また人がしん、いただちおいびいくと、いいとおいびいくと、そのお礼の意味も込めている、このオリージン、グリージンの意味、アイビン。
また新型コロナウイルスの感染者が増えてきているが、またこの新型コロナウイルスにかかえるちゅん多くなとおびしが、沖縄の観光も忘れないでという思いも込めた。うちらの観光のことんわしみそうなようんでの思いん海ん組みてあいびんと話しています。日お話しさびたん昼夜東京銀座に首里城と白海の家を刑事でのニュース指定されたん。また水曜日にゆしれやびら二平でびたん。はい、どうもありがとうございました。今日の担当は上地和夫さんでした。